愛媛の泉翔吾選手です。まあ地元松山3連勝3日間バック取って調子はいいですよね。そうですね、まあ、地元だったんで、はい、何としても勝ちたかったんで勝ててよかったです。でその後 あの調整はちょっと終わった直後にちょっと腰痛めて何日か練習できなかったんですけど、まあ、来る直前はしっかり練習できたんで大丈夫だと思います。どうですか佐世保のイメージはどうです。前回来た時が別府で優勝した中2日かそこらで来た時なんですけど、ちょっと疲れてで準決で負けてそのまま選抜回りになっちゃったんで。じゃあ今回リベンジで。そうですね、今回しっかり優勝して。じゃあファンに一言お願いします。明日から3日間精一杯頑張ります。応援お願いします。高知の今村凛太郎選手です。地元高知ね115から調子どうですか。あ、そうですね、あの練習もしっかりしてきたんで感じは悪くないと思います。ね、決勝もちゃんとねバック戦取ってますよね。はい、最近はまあコンスタントには乗れてるかなって。はい、もうなんかあとちょっと上げていけばもう S 級見えてきますね。そうですね、はい、まあそこからがちょっと難しいとは思ってるんで、あの気を引き締めて頑張りたいと思います。明日はあの宇根選手と2人なんですけど、まあ連携は、はい、あ何回もあります。あ、はい、そうですね。なんで、まあ、あの自力で宇根さんとワンツー決めれるように頑張りたいと思います。はい、はい、ファンにお願いします。はい、また決勝乗れるようにあの3日間連帯できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。大分の阿部正弘選手です。地元別府から調子どうですか。そうですね、しっかりバックも取れてるんで全然調子はいいと思います。いや、ほとんどバック戦取ってますね。そうですね、やっぱりそのバックを取ることを意識して走ってるんで、その中で、何着に残れるか、頑張りたいと思います。やっぱり決勝大西選手と走りたいですね。そうですね。どうです、あの急に寒くなったんですけど、そこら辺は気にはなりません。そうですね、やっぱちょっと寒いのは苦手なんで、その対策もしていこうかなというふうに思います。じゃあファンに一言お願いします。はい、3日間全力で走るので応援よろしくお願いします。大分の大西隆明選手です。松山小倉連続優勝ですけど、絶好調ですけど調子はどうですか。調子はいいと思います。いいでしょうね。はい、順位の2着がもったいないですね。そうですね、まあ、小倉は番手だったし、まあ、松山は自力で逃げて2着だったんで悪くはないとは思ってます。はあ、明日は。明日は前で頑張ります。で後ろはもう新色選手で。そうですね、はい、はい、連携があるのでいいと思います。九州、まあ、一番長いみたいですね。そうですね、はい。じゃあファンに一言お願いします。3日間頑張るので応援よろしくお願いします。三重の谷口明正選手です。奈良から調子どうですか。そうですね、あの奈良もまあ積極的に自分の持ち味出してあの できてたんで、今回もまあしっかり練習できたんでいいと思います。奈良も3日間バック戦とて積極的ですよね。あ、そうですね、まあ、それがまあ自分の持ち味なんでしっかりあのいいところ見せれたらかなと思います。で明日ね、中井選手とは連携は。あ、以前に何度かあります。はいはい。で佐世保のイメージどうです。佐世保はでもチャレンジの時を優勝させてもらったりとか、はいはいはい、でも久々に来るんであのどうかなと思いながら、はい、でも好きなバンクですね。はい、そうですね。じゃあファンに一言お願いします。はい、明日から3日間しっかりあの頑張るので応援よろしくお願いします。